はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。アンリミテッド実況チャンネルへようこそ。クソレッキー工場長のリュウです。さあ本日なんですが、皆さんはトーチゴーレムという犯罪者をご存知でしょうか。このモンスターなんですけれども、まあ簡単に言うと犯罪者でございまして、まあ今当たり前に禁止カードに設定されているんですけれども、まあ、あのマスターディールさん神ゲーすぎましてね、あのトーチゴーレムがなんとあのアンリミテッドルームであれば使えるようにしていただきましたので、これ神ゲーです。はい、世界を終わらせることができます。このモンスターを使って今日は先行ワンキルをしていこうと思います。このモンスターどういう効果を持ってるかっていうと、まあ結構有名なんでね、まあ皆さんも知ってるかなと思うんですけれども、このカードは通常召喚ができないと、あのラバゴレムみたいな感じですね。で、自分のフィールド上にトーチトークン2体を攻撃表示特殊召喚することによって相手フィールド上に特殊召喚できるっていう、チェーンに乗らない特殊召喚をするんですよね、トークン出しながら。だからまあ増殖するうちチェーンしたりできないですし、あとこれ、あ、ちなみにこれ特殊召喚するたん自分は通常召喚できないっていう効果あるんですけども、まあ今回はこのトーチゴーレム1体でまあ先行ワンキルが確定するんで、まあこれやっていこうと思ってます。まあいろんなルートあるんですけどもね、今回は一番なんかその僕が大好きなそのレイドラプターズモンスターたちを使ったワンキルをちょっとご紹介していこうというふうに思ってます。で、これね、あの何が強いかっていうとね、あの無限包囲をケアできるんだよね。トーチゴーレムってこれ相手のフィールド上に特殊召喚するっていうちょっと特殊なモンスターなんで、これ無限包囲をめっちゃケアできるんですよ。だからまず無限包囲をあんま考えなくてよくて、あの考えなきゃいけないその手札誘発相手のは、まあ先行取ったらまあ必ず勝てるようにあのデッキ構築しなきゃいけないからさ、こういうデッキってのは。だからまあやっぱ一番辛いのはね、まあ、あのまあ増殖する字を引かれてて、でなんかめちゃくちゃいっぱいその誘発を引き込まれるっていうのは鬱陶しいから、まあ墓穴マスターとは多分これガンズミ安定かなというところで、まあ、うららもね、あの増殖する G をあのケアできるんで、まあ、ガンズミかなっていうところですね。相手の、まあ、強欲なツボ止めたりもできますし、それから、あ、まあ、こんな真面目ななんか、デッキ解説いらないかもしれないけどね。それから、あと、エフェクトベーラーとか、あと、ニベルとか、この辺も結構辛いんですよね。なので、まあ、この辺は、摩擦で頑張って、まあ、処理していく。か、あれだよね、なんかその、反魔導体制、あの、反魔導体儀だっけとか入れたりとか、なんかああいうカード入れたらワンチャンあると思うんだけども、まあ、今回はちょっと墓穴マッサージで頑張ります。で、このトーチゴーレムっていうカードがあのサーチできるんですよ、結構容易に。これあのダークオカルティズムっていうカード、または、魔導契約の扉、まあ、手札コストいるんですけど、この2枚であのサーチできるんで、実質こいつ9枚体制になるんですね。で、まあ、施しと壺入れたときは、まあ、大体引けるんで初動は確保できます、絶対に。だからあとはね、誘発の分かるんだよね。うん、まあちょっとメインデッキのギミックとあのエクストラデッキのギミックはこれ以上なんかあんま少なくはできないので、まああの施しで結構抹殺用のなんかそのニベル引いちゃうとかあるから、一応そのあのうちのことしか入ってんだけど、まあこの辺のカードで頑張って墓穴抹殺で相手の誘発をケアしながらトーチゴーレムのワンキルを通していくっていうデッキですね。で、展開ルートはかなり簡単なので、これまあアカシックセキュリティのムーブ行くんだけど、これ結構簡単なんで、まあよかったら皆さんもねちょっと作ってみていただければと思います。誰に使うんだよみたいなのがあるけどね。こういうデッキソロモードで回せるようにしたら、コナミ氏多分ねそっちの方が楽しんでくれると思うよみんな。はい、早速ね、クソゲーを見合していきましょう。デュエルスタンバイ、デュエルっていうかジューリンスタンバイ。ニコルン来たー。さあ藤田ニコルぶち込んでいくところからまずは始めようか。トーチゴーレム君来てるのいいですね。まあ、こんだけねサーチカード入ってるんでね、9枚ぐらい入ってるんですよサーチカード。まあ、9枚ってか9枚じゃねえや、ごめん、あのトーチゴレムなるカードが6枚入ってね、トーチゴレムが3枚入ってるから9枚なんですよ。だ結構来るんです。あ、ニビル引いてもうた、ニビル引いてもうた。まあ、これオカルティズムと魔導契約の扉もいらないから、これ、まあ捨てて、とりあえずニコルン打っていくしかないか。これ引きすぎるところも良くないんですよね、あんまり。抹殺用のカード引いちゃうっていうのがあるから。あー、ニコルン3連打。つえ、うおー、ニコルン3連打。これ、戻して、一応ニビルはケアした方がいいと思うので、抹殺でケアしていきましょう、ニビルは。ニビル戻してね。で、オカルティズムとかいらないからさ、これ、正直。で、この辺も全部戻しまして、で、これも戻しまして、で、これも戻しまして、で、こうですね。これでまあ、あ、トーチ君来すぎだね。トーチ君来すぎでは。もう一発施す方がいいか。まあ、とりあえずあのケツ穴確定したので、あ、ケツ穴じゃねえや。墓穴確定したので、あ、裏ら来た。よし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 。これ増人ケアできる。
まあなんかその他もろもろの手札誘発モンスターだったらケアできる。でまあ抹殺あるからまあ2ビルもケアできると。これ相当強いですねこれ。ハンドとしては素晴らしいハンドと言っていい。トーチゴーレムもいらねえこれ。オッケーオッケーオッケー。あとはですね、あちなみにこれトーチゴーレムくん何が強いかっていう話しますね。あのね、無限包容をケアできるんですよね。相手の上にカードある状態になるんで、これちなみにチェーン乗んない特徴なんですけど、これこうするともうね、無限保有もし相手が持っていたとしてもこの発動できないんですよ。カードあるんでフィールド上にこれバリ強いでしょ。これバリ強いんですよね。でリンクリボードリンクリボードで、まあ、こっからはねトーチゴーレム見たことある人だったらわかると思うんでね、とりあえずアカシックマジシャンっていうぶっこれモンスター出してますね。アカシックマジシャンを出すことによってなんかリンク先のモンスター戻せるっていう効果がありますんでね。はい、これでアカシックマジシャンの効果でちょっと返してくれる？返して、返却いただいてありがとうございます。でトーチゴーレムも出していくと、おいでトークン2枚生成して、おい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 、誘発なんもねえのかお前、おめえよ、おこの環境で手札誘発なしはお前甘いだろ。でこれでトーチトークンとトーチトークンでセキュリティドラゴン出して、セキュリティドラゴンかこサイバースを出して、でドラゴン効果でちょっと返して、はい、ありがとう。この効果タイチつけろよ。この効果タイチつけろよ。おかしいだろこれ、なんでタイチついてるんだよこの効果、どう考えてもおかしいだろこれ。ちなみに先行暗記でもできますし、後行暗記でもできるんでね、トーチトークがあれば。はい、またおかしいモンスターだということは分かっていただければなというふうに思うんですが、とりあえず、スレイナー出していく。まあ、これは魔法使いのモンスターでリンクマーカーがあれば何でもよかったんだけどさ。で、まあ、リンクリボー効果を使って、トーチトークをリリースして自身を特殊化していく。ほんで、ウイルスソードマン出していきますか。ウイルスソードマン出していく。で、ゼロデイ出してくる。コードブレイカーは草薙さんのカードなんでしたっけ。なんかあのブレインズをね、なんか俺草薙さんのところまで見てないんだけどまだ、これでコードブレイカー、ウイルスバーサーカーとかいうぶっ壊れモンスター出すと、リンク先になんか今墓地に行ってるやつら蘇生できるんですよね。これありえないほどリンクして稼げるんですけど、これで、こことあ、ちなみにねこいつらのすごいところはね、なんかね戦士族っていうところなんだよね。戦士族っていうところ、まあ、つまりイゾルデが出せるといったところ、このリンクモンスター2体を使って聖騎士の追走イゾルデを出して世界を終わらせていく。はいはい、でイゾルデの効果は発揮で、特殊召喚、不正攻撃効果を発揮して装備カード1枚を送ることによってリナルドを特殊召喚。これ炎属性は何でもいいんだけど、まあ、一応リナルドが一応あのフォッシュルを、回収できたりするから結構強いんだけどね。はい、まあ、今ヒデがあんまり関係ないけど、これは意味ない。で、意味不明な特殊召喚条件、自分のフィールド上の魔法使いモンスターと炎属性モンスターを、墓地に送ることによってデッキから特殊召喚現れろ。大稲荷効果すと特殊召喚成功した場合、相手のフィールド上のモンスターの打点分ダメージを与える。3000バックだ、おらおらお前のライフはあと残り5000だ。そしてリビングフォッションの効果、リビングで、フォッションの効果によってリナルドを特殊化し、そして効果モンスターに対してリンク召喚現れろ。ベルテアラコンダ、ほっほっ。ちなみにベルテアラコンダ君の効果なんですが、融合召喚するだけじゃなくて隠された効果がありまして、フィード上のモンスターを闇属性にするという効果がありますので、これで闇属性にしていきましょう。で闇属性のモンスター2体以上でラスティーバルビッシュ出していく。はい、でこのねダルビッシュ優君ね、あの年俸高いだけあってね、ありえないほど強いんですよね。でこれで、効果発動して、デッキからサイレントブーストポーチを送りながら、ファントムマジックトラップカードをセットしていく。で、自分の墓地のサイレントブーストをゲームから除外してファントムマジックトラップカードを持ってこれるので、これでファントムフォースを持ってくると。これでもう準備は整いました。はい、あとは、バーもぶち込んでいくだけなんですけども、ファントムナイツでシェードブリガンダインを特殊召喚して、でレベル42体でオーバーレイエクシーズ召喚現れる。レイダーズナイト、レイダーズナイトはオーバーレイユニットを1つ使うによってデッキからなんか強そうなエクシーズモンスターを出せるんだけども、これで出してくるのはあんまりあんま使わないよね。俺レイドラプターデッキ好きなんだけど、これあんまこのデッキこう入ってないけど、レイドラプターデビルイーグルっていうモンスターを出していくと。はい、ランク3のね、
で、こいつの効果使って、お前のモンスターの打点分、ま、お前っていうか俺のだけど3000番ぶち込んでいく。 OK。 で、テクタリーマジックカードランクアップマジックファントムフォースを発動。ファントムフォースの効果により、デビルイーグルをランクを2つアップさせる。俺は墓地で存在する闇属性モンスターを2体除外し、ランクアップエクシーズチェンジ。現れよレイドラプターズエトランゼファルコン。エトランゼファルコンの効果を発動するぜ。エトランゼファルコンの効果、エトランゼファルコンの効果によりてめえのモンスターを破壊し、その攻撃分のダメージをお前のライフに与える。なに、サウラビス、黙れお前黙れお前は、黙ってろ。エトランゼファルコンでお前の統治ゴーレムを破壊。お前っていうか俺だけどな、俺のものはお前のものだ。うおー、くたばれ統治ゴーレム、バーンドーン。神ゲー。いやまあ先行取れたらもうね負けないっす言うて高校取った時も一応なんかワンチャンあるけどね、誘発いっぱいあればで豪雨ガラスも発動しますけど、なんかあります、なんかあります、増殖する字、あそう、まあちょっと一回増殖する字はさすがに黙ってもらおうかな。増殖する字は黙ってもらって、はい、まあさすがにね通っちゃうとなんか無限に特殊化するんで、 ありえないほどドローさせられてしまうんですよね。さすがにそうするとまあ誘発めっちゃ引かれちゃうって、俺の反動ではあの対策できないってのがあるから、まあ、とりあえずここで、ああなるほどね、うーん、まあちょっと抹殺じゃないけど、まああとはなんかそのエフェクトベーラーとかニビルさえなければいけるから、まあ頑張りましょうか。とりあえずね、ちなみに無限包容っていうカードはあの統治ゴーレム一生ケアできるんで、あんま関係ないですあんまり関係ないんですよ。あのこれね、あの要はフェーズ上にカードあるんで、もう無限保養全く関係ないんですよね、このデッキ。なんもなさそうだな。あとは2ミリがねえかだな。ランクアップエクシーズチェンジ、現れよレイドラプターズエトランゼファルコン。おい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 、てめえ増殖する時だけでこのデッキ勝てると思ってんのか。おら、くとばい、おら、おら、はい、いやこのデッキあかんだろこれ。強いですね。先行の勝率ほぼ 100% と言っても過言じゃないですよこれ、もはや。やっぱダメだな。遊戯王って金がかかるじゃんけんだったんだな。強いね。なんか割と強いが、割と強いがもう統治ゴーレム向くしかねえこれ。割と強いが増殖数字あります？増殖数字ちなみにチェーンできないんですけどね、これね。なんだろう。チェーンに乗らない特殊感なんで、これ。統治ゴーレムくん。発動する効果じゃなくて、なんか、チェーンに乗らずに普通にね、特殊感してくるんですよ。自分を。トークンと一緒に。結構特殊ですよね、これね。では、とりあえずこれで、リンクリボーとリンクリボーで赤色マンシャンを、引っ張ってきて、で、返してもらうと。おい、なんもねえぞ、相手、おい。甘えっか、おい。なんもない。いや、このさ、アンリミ環境で手札誘発握ってないの、さすがに甘いじゃない。ぬるすぎわろた。ぬるすぎわろた。さあ、レッドラプターズ、デビルイーグルの特別召喚。あれ？なんか急にチェーン出たぞ。なんだこれ。え、ここでチェーンあるの？何これ。え、もしかしてチェーンを振ってました？ああ！ええ！いや抹殺ないよ、ケアできない、まずい、うわー、うわー、うわー、おーいや、これニビルトークを守りきれば勝てるニビルトークンビートで頑張れば勝てんじゃねえか。ちょ、ワンチャンじゃねえかこれ。ちょっとくれ、ゴーヨガツボ、いや、うららららららら、さすがに、さすがにうらら、ちょっと待って、ちょっと待って、いや、これまだワンチャンある、言うて、エフェクトビールある、はかなある。いや、結構これ意外といけるんじゃねえかな。
だからニビルトークンビートでワンチャン勝てねえからこれ。ワンあるワンある、楽園融合きたいやでもエフェクトメイラーとハカーナあるから、いや結構ケアできるんじゃないこれ。まあ、言うてアルビオンでもルベリオンでもエフェクトメイラー止めて、で相手の墓地落ちたデスペアンはこれ墓なっちゃいましょう。でルベリオン、はい、 OK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  言うて打点では抜けない。ルベリオンは直接楽園融合から出てくるモンスターでは、このニビルトークは抜けねえ。どうする、はい、デスピアンを捨てて、デスピアン発動して、ま、その効果に支援して、まずエフェクトベーラーぶん投げて、ルベリオンの効果を無効にして、キーキ落ちないからいけるな。エフェクトベーラーをぶん投げる、でルベリオン、ルベリオンで、ハッカー穴打つ、鉄穴確定していく。 OK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  これ止まってくれるでしょ、これでさすがに。でデスピアン無効になる、でルベリオン無効になる、え、これ耐えてんじゃね、これこれ耐えてるんじゃね、これ耐えてるやつあるでしょ、ニビルトークンビートしようぜ、いけるいける、よし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 耐えてる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 んご、スタンバイフェーズ、何もなきゃ、これあれだな、俺もニビル出そう、これワンチャン、あの相手が展開してきた、これどっちが勝ればいいんだ、ルベリオンか、ほらこれで、これであとは相手が引かれないことを祈るのみなんだが、いや言うて墓地デスピアンいいんだよな、デスピアン、うわ楽園融合あるやん、まずいかこれさすがに、うわ施してきた施してきた、施されるのはかなりやばいぞ、おやめろそのぶっ壊れカード使うの、おやめろ、施しからのツボコンボとか言え、太鼓から伝わるし犯罪名もやめろ、おいやめろやめとけお前、何してんだお前、犯罪だろ、超融合オスだ、え、なんて超融合、え、超融合オスでいいの、うわ開幕もある、終わったか、あ終わった終わった、ちょニビルトークン巻き込むのやめてもらっていいですか、あの迷惑なんでやめてくださいよ先生、ちょっと待って、ちょっと待ってくださいよ先生、先生、え、5回特殊召喚しろ、5回特殊召喚したらニビルぶん投げられるとワンチャンス、5回特殊召喚しろよお前、何ニビルケアしてんだてめえ、遊戯王うめえな